これまでは即戦力選手の指名が多かった中日なんですけれども、2024年は高校生選手も数多く指名していまして、逸材の選手がものすごく多いということで見ていきたいと思います。まず打者として一番注目なのがドラフト3位の森選手、桐光学園の選手です。本当に久しぶりにこのドラフト3位と高い順位で高校生の野手を指名するという形になりました。187センチ91キロと、素晴らしい体格でショートとサード、両方守ることができる選手です。高校通算48本ホームランを放っているんですけれども、それでもこうサードだけでなくショートもある程度守ることができると、守備でのフットワークの良さ、こう足の動き、こういったところも評価されています。将来的にショートで育ってくれればもちろんベストではある一方で、やっぱりスラッガータイプとして育っていくということになると、体格的にもサードを守るっていうところに落ち着く可能性は高いのかなというふうに思います。ただこう左のスラッガータイプっていうのが中日、現状なかなかいないというところですし、やっぱりサードを守れるっていうところでも将来的には絶対必要な選手ですね。現状中日でいうと鵜飼選手とか、石川選手、細川選手、福永選手なんかもそうですけれども、長打が期待されるようなバッターっていうのは右打者が多いので、左側を取れたっていうのはすごく大きいですね。そしてこの森選手はすごくこう思い切りのいいスイング、振れるっていうところが最大の魅力ですし、スイングスピードが相当速そうです。まだ高校生ということもあって、体重よりもこう見た目はちょっと細身なんですけれども、ここからこうウエイトとか含めて体を大きくしていけばプロでもホームランバッターになれる逸材ですし、森選手本人もホームラン打てる打者になりたいというふうに公言していますので、やっぱりそういったところで育成をお願いしたいですね。バンテリン広いから中距離バッターとか、そういったところではなく、やっぱりホームランを狙えるようなバッターとして期待したいと思います。では続いてですね、即戦力にもなりうる逸材のピッチャーも指名していると、こちらを見ていきます。ドラフト5位では北照高校の高橋投手指名しています。現状の中日、ここ最近の高卒のピッチャーですと森山投手、福田投手、この2人になってくるんですけれども、どちらも1年目から2軍で結果を残していて、左のピッチャーなんですけれども、この2人に続いてドラフト5位でこの高橋投手も左のピッチャー指名されました。左で148キロ投げることができる本格派のピッチャーです。身長178センチで、体格的にも結構がっしりしているような感じで、ここからこう体も大きくなっていきそうだなと、そういったタイプの体が強そうな選手です。そして奪三振率も11を超えていて、三振を取る能力っていうのも、かなり高いですし、加えて予視球率っていうのが1点台と、制球力がすごくいい、フォアボールとかで試合を崩すタイプじゃないっていうのが、すごくいいところですね。中日の若い選手でもスピードはいいけれども、なかなかこうコントロールが定まらないっていうところで、プロに入ってからコントロールをこう上げるために腕が振れなくなって球速が落ちてしまって、どっちつかずの選手になってしまうと、そういったケースっていうのも見られるんですけれども、最初からこのコントロールがいいっていうのは素晴らしいですね。スカウトの方も指先の感覚がいいっていうふうにおっしゃっていて、結構コントロールっていうのはもう中学生とかから結構天性のものだっていうふうに、おっしゃる方もいらっしゃるくらいで、コントロールっていうのはもうプロに入って簡単に修正できるものでもないっていうところですね。こうしたコントロールの良さを持っている天性のものがあるっていうのは素晴らしいですね。それでいて体格も良くてスピードボールも投げられるピッチャーですから、本当に大投手に育っていく可能性っていうのが十分あると思います。全体的に今の段階でももうある程度こうまとまりがあるピッチャーですから、2年目とか3年目とか早い段階で1軍の先発ローテーションにこう割って入ってくるような、そんなピッチャーとして期待したいなというふうに思っております。では続いてですね、もう一人試合化選手指名されているんですけれども、この高校生もすごく面白いということで見ていきます。ドラフト6位では聖カタリナの有馬投手指名しています。完全にポテンシャル型のピッチャーということで指名を支配下でしているんですけれども、すごく面白そうです。190センチ78キロと、体格的にも伸びしろ十分で、最速146キロ投げます。高校に進学してから本格的にピッチャーに転向して、3年の夏にようやく主戦の投手に上り詰めたというピッチャーで、経験的にもこうそんなにある選手ではないので、ここから伸びしろっていうところがすごく楽しみなピッチャーですね。やっぱり制球力っていうところにはまだ課題がありまして、奪三振率で見ても、そんなにはこう高くないので、やっぱり変化球とか、そのあたりも含めてまだまだ磨いていかなければいけないというピッチャーです。
とにかくこのピッチャーの伸びしろにどれだけ期待するかっていうところで指名するか否かこの判断になったわけなんですけれども、支配下指名をしたということで、中日としてはこの有馬投手のポテンシャルには相当な評価を与えているということがわかります。日本ハムがここ最近育成で190センチ級のピッチャーっていうのを数多く獲得していて、福島投手も柳川投手も一軍の戦力になっていますし、あとは松本投手も二軍でかなりいいところを見せていますし、体格がいいピッチャーを育成とか、今回は下位指名、支配下ではありますけれども、基本的にはリスクが低いところで指名して育成していくっていうのは、本当に将来的に見ると素晴らしい方針だと思いますし、中日としてもこの有馬投手に限らず今後も体格がいい選手っていうのを育成で獲得していく、そしてチームを直近で強化していかなければいけないということで、上位指名はやっぱり即戦力の選手を取っていく、こういったところで全体の年齢的なバランスを整えていくっていうのは、すごく中日としてはいい方針なのかなと思います。では続いてですね、育成で指名した2人の選手も大成する予感ということで、こちらも見ていきます。育成1位で指名したのが宮崎商業の中村直樹選手です。もともとですね、ドラフト3位から4位で指名するんじゃないかと、そういった噂も出ていまして、それだとさすがに高掴みだろうっていう感じで、ちょっと厳しい声も多かったんですけれども、育成で取れたというのが素晴らしいですね。ショートの守備、そして足の速さ、肩の強さ、このあたりが売りの選手で、肩の強さっていうところで言うと、ピッチャーでも相当スピン量の多いボールを投げられて、140キロ中盤のストレートを投げられると、そういったピッチャーです。加えて身長も183センチありますから、俊足高打型の背が小さい小柄な選手ということではなくてですね、スケールも大きな選手というところも魅力です。ただ最大の課題としてはやっぱり今のところはバッティングで、バッティングの際のこのテイクバックがかなり大きいので、構え遅れるスイングまでにちょっと遅れている感じがあって、直球に差し込まれてしまう、こういったケースが結構目立っています。なのでスカウトの方々も育てていくうちにバッティングが伸びてくると息が長い選手になる可能性があるというふうに評価していて、やっぱりバッティングがどれくらい一軍で通用するかなと、そういった見方なわけですね。ただ育成で取った選手ですので、正直守備走塁型で成長して、例えば試合の中盤から出てくるとか、準レギュラーとか、そういった形でももう十分という感じですし、逆にレギュラー格までバッティングが成長していけば大当たりという感じですよね。いずれにしてもリスクが低い順位で獲得できたっていうのは、相当中日としても大きいんじゃないかなというふうに思います。では続いてですね、もう一人育成の選手指名しているんですけれども、この選手も面白いということで見ていきたいと思います。育成2位で指名を受けたのが鹿児島実業の井上健也投手。175センチ77キロと、比較的中肉中背という感じではあるんですけれども、最速151キロ投げられる右のピッチャーです。まだまだフォームも未完成とスカウトが語る一方でですね、その中でこれだけ出力があるという点を高く評価していて、やっぱりこの井上投手もポテンシャル面というのをすごく評価されてきたピッチャーです。力強い直球、これがですね、スピードボールで浮き上がるというよりはどちらかというと剛速球とような感じで、ここが魅力なんですけれども、やっぱり制球面っていうのにはまだまだ課題があるっていうのは間違いなさそうです。加えて変化球に関しましても、ここから磨いていく必要があると、そういったピッチャーではあります。ただやっぱり育成でこれだけポテンシャルがあるピッチャー取れたっていうところで、ここもですね、やっぱり今後の成長っていうところを期待したいですね。加えて今年育成の若いピッチャーっていうのを、結構戦力外通告しておりまして、若い高卒の選手が育成で入ってくるっていうところは、やっぱりチームバランスを考えても大きいプラスですね。やっぱり最近は即戦力の選手を取らなければいけないということで、なかなか若いピッチャーっていうのを取れていなかったんですけれども、今の現状でもやっぱり上位は即戦力のピッチャー取らなければいけないということで、なかなか支配下の枠で若いピッチャー取るのが難しいんですけれども、そんな中で育成でしっかりと取っていってるっていうのは、チームバランス、年齢バランス考えると、すごくいい方針だと思います。本当に今回のドラフトでは高校生の素材型の選手っていうのがたくさん入ってきて、近い将来がすごく楽しみと、そんなドラフトになりました。今後も各球団のドラフト情報をガンガンアップしていきますので、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。ご視聴ありがとうございました。